はい、こんにちは、長澤です。今日はですね、前々からお話ししていました2015年の最初のレースに参加するシャーシーの決定のお知らせでございます。前回までいじくってきたこちらの VS シャーシー、これはまあ触ったことがないので、ちょっと触ってみる、いじってみるということで、開封して組み立て、ちょっとステーをつけてね、タイヤも変えて走らせてみました。で、VS シャーシと MA シャーシのコメントが多かったです。で、結果としてはやはり MA シャーシで行った方がいいんじゃないですかっていうコメントが多かったです。なので投票数で言えばこっち1でこっち2で S2 とか他の AR とかもありましたけども、やっぱこの2つがダントツに多かったということで、基本的には MA シャーシで行ってみたいと思います。やはり両軸モーターのシャーシに行ってしまうと、ここからなかなか抜け出せないという話にね、どっぷりハマっております。で、一応予備で VS っていうのもやってみたいと思います。せっかくここまでいじくって皆さんにコメントをお願いして、いろいろ意見をいただいたので、これもね、ちょっとずつ裏で研究するような形で触っていきたいと思います。やっぱりバンパーのことをですね、フロントとかリアのローラーの取り付けに関してはやっぱり皆さん工夫をいろいろしているようなので、こちらもね、いろいろいじくって自分のスキルアップにね、つなげていきたいと思います。ということで、2015年最初のレースはこちら MA シャーシで出たいと思います。で、こちらのマシンをどう仕上げるかという話なんですが、これはやっぱりコースのレイアウトがまだ発表されていないということで、そのレイアウトを見てから決めたいと思いますが、基本的には今回、バンパーレース、特にフロントですね、リアは結構切ってますけども、フロントを切ったことはないので、それにチャレンジしてみたいと思います。で、テーマとしてはですね、無理しないと、自分の知識とスキルをね、上回るような無理な加工はしないということで、チャレンジするといってもね、他の皆さんのマシンを参考にですね、調べて作りたいと思います。で、あんまり調べずにね、無理して加工するとこんなになっちゃうので、もう削りすぎてちょっと自分でもどうしていいか分かんない、こんな風なものも過去には作ってしまったことありますけどね。これは試しに切ってみただけなんですけど、これをどう生かすかはもう分かんないです。何していいか分かんないですね。これ欲しい人にあげちゃおうかななんて思っちゃってますけどね。はい、ということで、今回は無理せずに MA シャーシ行ってみたいと思います。で、そのために準備したのが、今まではね、 FRP をずっと使用してきましたが、まあ、ちょっとね、金ラメのカーボンのステーガーだったりとか、あとはカーボンフロントステーとかね、これこういったものが手に入りましたので、こういったところをね、使ってやっていきたいと思います。やっぱり FRP より分厚いので、強度もそれなりにあると。で、まあ、比較的軽くなるということで使っていきたいと思います。で、バンパーレスするにあたってね、こういう直カーボンもね、いくつか買ってみました。まあ、なるべく無駄にならないようにですね、FRP も使いながらやっていきたいと思います。ということで、ちょっと簡単にですけども、今回はシャーシの決定のご報告ということでございました。あとはですね、年末に向けてやっぱり皆さん忙しくなるのもと同じく私も忙しくなりますので、ちょっと動画の頻度が落ちてしまうかもしれないですけども、今後とも応援をよろしくお願いいたします。また見てねー。